マグロ、なんとしても止まろう。王のご神社に毒が侵入するなど。紫結界で止まりました。我が国最高の守りを。そうやすやすと待ってください。宝物殿にも侵入者。再収録解除されました。ナヨタケ様、やりました。回収をお願いします。わかったのだ。進化したみたいだね。昨日の夜、鬼たちが大代理を攻めたんだって。天使様の屋敷を襲うなんて大したもんね。おーい、みんなひどい。町の人に話聞いてる間に行っちゃうんだもん。ごめん、モモ、都の様子を見たかったんだ。それにしても都って大きいわね。鬼に襲われた次の日だっていうのに、もうお店も開いてますしね。そうなのよ。私の村なんか雨が降っただけでお店休んじゃう。何かわかった？お昼くらいに鬼ヶ島へ行く船があるそうです。よし、鬼ヶ島目指して出発。あー、あ、そうですね、朝ごはんにしましょうか。だったら向こうで美味しそうなきびだんご売ってたよ。きびだんご食べよね、きびだんご。やだ、なんできびだんごなのよ。せっかく都まで来たんだから、なんかもっと美味しいもの食べよ。鬼退治といえばきびだんごかな。無駄遣いするのもなんだから、きびだんごにしようか。へえ、わー、私買ってくるよ。ねえ、鬼ヶ島ってどんなとこかしらね。なんでも、ナヨタケって女が鬼たちを仕切ってるらしいぞ。あの、竹から生まれたっていう？なんだか、桃から生まれたモモちゃんと似てますね。そうなの。その子に会えばわかるかもしれない。私が一体何者で、どこから来たのか。竜の首の玉を盗んだのも世界征服のためなのかね。竜の首の玉は強い魔法エネルギーを秘めてるんだ。それを何かに利用してることは確かなんだけど。それにしても船遅いわね。そうですね、どうしましょう。もう少しだけ待ってみよう。もう少し待ってみて、来なかったら。来たぞ。
こう最新鋭戦闘艦だぞ。大きいな。さあ早く船着き場に急ぎましょう。お前たち、鬼ヶ島征伐隊参加者か。征伐隊？違うのならあっち行け。どうしよう。よし、俺が。あんたみたいな力ばかり任せておけないわよ。ここは私に任せておいて。ここはキジムに任せるか。キジムさん、お願いします。よし。なんだお前は。あらお兄さん、いいとこ。私もこんな大きな船乗りたいな。どうぞ。みんな、行って。ラッキー。なんだかな、プンプン。出航する。怒りをあげろ。鬼ヶ島へ向け発進。正義とか善とか一種類ではなくてな。一方に都合の良いことがもう一方には不都合なこともあるのだ。八九さん、お覚悟。今の国王に国王を名乗る資格はない。これでいい。八九、何をしておるのじゃ。鬼の餌の時間でしたので。おお、そうか。元気にしておったか。今日はいいものを持ってきてやったぞ。鬼鬼。この玉を組み込めばもっと自由に動けるようになるのだ。島まではまだなんだろう。やけに警戒が厳重だな。注目。みんなよく集まってくれた。私が征伐隊隊長であり、この船雷道丸の艦長勝負ナズナである。あいつ女だぜ。今回の目的は巨大鬼を破壊することである。巨大鬼。我々が入手した情報によると、巨大な戦闘からくりで今までの鬼たちとは比べようのない破壊力を持っている。こんなものが攻めてくれば我が軍も苦戦を強いられるであろう。よってこちらが先に奇襲をかけ、死亡者の名与武と八九を逮捕する。以上。何か質問は。なんで女と一緒なんですか。何。女の下で働けるかって。互いに女はいらねえ。そうだ。はい、ここにも女がいるぜ。女は蹴りやがれ。桃を助けなくちゃ。桃から手を離せ。この子の王子様ってわけか。
女で悪かったな。冗談ですよ、冗談。ちょっとからかってみたんでさ。生きのいいのは構わないが、揉め事は勘弁してくれよ。ごめんなさい。花火の音かな。あれ、花火かな。え、どこどこ。なわけないって。いや、すまんの。ちょっとぶつけちまってよ。まあ、珍しい亀温泉ですね、これ。亀温泉？修理にしばらくかかります。急がせろ。温泉会に修理代を請求しておけ。いいお湯。亀温泉は入ることはおろか見ることすらかなわない秘湯中の秘湯なんですよ。362まで数えたよ。あんた結構子供っぽいよね。そう、あの木が邪魔で見えねえ。見るなって。お湯加減はいかがですかな。ちょうどいいですわ。近頃不景気でお客が少なくて困っとったよ。へえ、やっぱ入浴料3万円は高いかの。高いですね。あとよろしく。さよなら。あれ、みんなは。お客さん、お金は持ってるんでしょうね。え、ここタダじゃないの。お前の犠牲は無駄にはしないぞ。なんで置いてきちゃったんだよ。みんなひどい。あいつ泳げたっけ。持っておるな。
あなた、この刀のことがわかるの？刀のことはよく知らんが、強い霊力を感じるぞ。鬼の良いエネルギー源になるかもしれんが、竜の首の玉を手に入れてしまったから、もういいのだ。もしかして、あなたが鬼ヶ島のナヨタケ？さよう、わらわがナヨタケじゃ。じゃあ、ここは鬼ヶ島なのか。あれがわらわの城じゃ。なんか、イメージが…そんなことより、祝言の準備じゃ。ちょっと待って、なんで君と僕がいきなり祝言をあげなくちゃいけないんだよ。喜べ、そなたはわらわのお婿さんに選ばれたのだ。どうなってんの？僕は、ママが…好きな人がいるんだ。鬼、もう浮気をしたのか。浮気、うわあ、天中。浮気をしたらこうじゃ。どうして僕がこんな目に。モモ、ナヨタケに聞きたいことがあるんだろ。あ、そっか。ナヨタケちゃん。わあ、なんじゃ、引っ張るでない伸びる。私は不思議な大きな桃から生まれたの。あなたは竹から生まれたって聞いたわ。私たちはどうしてそんなものから生まれたのかしら。一体どこから来たのかしら。この刀は私と一緒に桃の中に入っていた私の唯一の手がかりなの。そんなこと言われたって、わらわは小さいからわかんないのだ。わらわは普通の人間たちよりはるかに良いおつむをもらって生まれてきたのだ。お前だって何かすごい力を持っておるのであろう。見せてみるのだ。どうして世界征服なんかするのさ。世直しのためじゃ。詳しいことは八九に聞いてくれ。八九。それより祝言なのだ。やれ。どうした。我々はこれから修羅の道を行く。ひとかけらの情けも不要だ。邪悪を証明してみせろ。貴様の親を殺せ。危ない。よくやった。都が大騒ぎになっちゃう。惚れた男の頼みじゃ。鬼太郎、鬼次郎、船の用意じゃ。鬼、鬼。ももちゃんたち心配ですね。大丈夫、元気で生きてるって。なんだ、何が飛んでるって。主砲、1番2番回せ。射撃用意。1番2番射撃用意。標的11時半の方向、距離2万。放て。そんなものこの鬼には効かぬわ。山陽に本館に向け降下してきます。おもかち、左舷確保、任意に射撃。
魂を目指すぞ。雑魚には構うな。冗談じゃないわよ、まったく。うわぁ、なんだ。おい、みんな無事か。これはいいかもしんない。大丈夫？怪我はない？んなことやってる場合じゃないでしょ。ほら、行くぞ。ナヨタケ、頼む。任せるのだ。ナヨタケって、まさか。話は鳩だ。こんな奴らに構うな。国王だ。国王を始末するのだ。お前、うるさい。何？どういうことだ。私の命令に逆らうとは。プログラムのミスか、バンか。うるさい。なんだこれは。うっ、くわっ。重い。ありがとう、キジメ。お前の憎悪、怨念を食って大きくなった。お前を食って完全になる。人が食われる。するのですよ、ナヨタケ様。ナヨタケ様のその力で、この世には汚いことが多すぎる。大きな力は人の心を狂わせるのか。許せよ、ハチク。ナヨタケちゃん。
負けにはけねえな。終わった終わった。帰って飯でもしようぜ。これからなのだ。え、なよたけさん。何か聞こえます。ダメです、まだ生きてらっしゃいます。この仕業じゃろ。この先どう成長するのかわらわにもわからん。危ない。危ねえところだったぜ。地に向かってるぜ。くそ、どうすればいいんだ。目覚めなさい。気づきなさい。感じなさい。どうした、モモ。おい、モモ！モモ！この不浄の地で自らの罪に報いるのです。Thank you.
一発お前してやる。どこを狙ってるの？私に向けなさい。ママを狙うの？早く。まずいよ、あれは。ママ！私の心はあの時すでに鬼に食われていました。これでよかった。私は自由だ。桃は鬼を倒した時のことは何も覚えていなかった。目が覚めた桃は僕の腕の中でただひたすらわけもなく子供のように泣いたのだった。ねえ、なよたけちゃんのことあれでよかったのかな。うん、あれでいいと思うよ。思わないのだ。あ、なよたけ、どうしてここに。あんな退屈なとこ嫌じゃから出てきたのだ。出てきたって。それにそちとは夫婦なのじゃ、一生離れないのだ。夫婦？何言うんだよ、まだ主人あげてないじゃないか。ロディコンだったの？おかしくないです。ちょっとみんな